ロン・ギルバートは、アメリカのコンピュータゲームデザイナー、プログラマプロデューサーであり、ルーカス・アーツでの名作アドベンチャーゲームで知られている。ヒュームンガス・エンターテイメントと関連企業、ケイブドック・エンターテイメントの共同創業者でもある。インタラクティブなストーリー展開を得意とした。ヒュームンガス・エンターテイメントを離れた後、シェリーデーと共にフーラビー・エンターテイメントを創業した。現在は、 バンクーバーにあるホトヘッドゲームズの開発スタジオでクリエイティブディレクターとして働いている。1983年、まだ学生だった頃にトム・マクファーレンと共にグラフィックスベーシックというプログラムを作成した。これをサンフランシスコベエリアの企業ヘスウェアに売り、その縁で仕事を依頼される。ヘスウェアで約半年働き、 コモドール64向けのアクションゲームを開発したが、会社が倒産したため結局リリースされなかった。その直後、ルーカスフィルムゲームズに就職。そしてまず、あたり800用ゲームを C64 に移植する仕事を行った。1985年、グラフィックスアーティストのゲイリー・ウィニックと共に、オリジナルのゲームを開発する機会を与えられた。そして完成した。 マニアックマンションは、暗いビクトリア朝風のマンションにマッドサイエンティストや、その家族や謎の地球外生命が住んでいるという、設定だった。ギルバートはこのゲームの開発のために、スクリプト言語スクリプトクリエーションユーティリティ4、マニアックマンションを生み出した。その後のルーカスアーツのアドベンチャーゲームには常に、スコームが使われた。開発用に、内部で使っているツールであるにもかかわらず、 スコームの名はゲーマーの間では有名になった。その後もルーカスアーツでアドベンチャーゲームを作り続けて成功を収めたが1992年に退職しルーカスアーツのプロデューサーだったシェリーデーと共にヒューム・ウンガス・エンターテイメントを創業。そこでは主に子供向けのアドベンチャーゲームを開発した。それらのゲームでもスコームから派生したエンジンを使っている。 1995年には子供向けでないゲームを開発するケイブドックエンターテイメントという会社も立ち上げた。ケイブドックではトータルアニヒレーションのプロデュースを行いグッドエビルというゲームにも取り掛かった。グッドエビルは様々なテーマとシステムを導入した意欲作で何度かプレビューも行われたが、1999年に ケイブドックが倒産したために開発中止となった。ゲームスポットがケイブドック倒産後に行ったインタビューで、ギルバートは会社経営とゲームデザインを同時に行おうとして、グッドエビルプロジェクトがうまくいかなかったと述べている。2005年、グランピーゲーマーというブログを開始し、ゲーム業界について論評を行うようになった。時には、 ウール・ビンスのデザイナークレイトン・コスラリックと共にアニメーションを作って公開している。2007年1月、ギルバートはワールド・オブ・ウォークラフトのサーバばケルドレ内にセレポウッドという名のモンキー・アイランド専門ギルドを作った。2007年5月、ホトヘッド・ゲームズと共同でペニー・アーケードというウェブコミックをベースとしたゲームを開発した。2008年1月、 フォトヘッドゲームズでクリエイティブディレクターとして働くようになりデスパンクというアドベンチャー RPG の開発を開始した。しかしその後もフォトヘッドとは関係ない仕事もしておりテルテイルゲームズのテールズ・オブ・モンキー・アイランドの開発初期段階にも関わった。これはモンキー・アイランドシリーズの5作目にあたりギルバートがこのシリーズに関わったのは2作目以来のことである。 ありがとうございます。